皆さん、こんにちは。えー、本日、ワールドシリーズゲーム6行われまして、ドジャースが3対1で勝利して、32年ぶりのワールドチャンピオンとなりました。えー、ドジャースファンの皆様、おめでとうございます。ということで、最後はね、ウリアスが締めましてね、まあ、非常に、嬉しそうなね、ガッツポーズをしております。そして、ね、ワールドシリーズ MVP は、コーリー・シーガーということで、 まあね、打ちに打ちまくって、まあ一時打率5割ぐらいありましたのでね、まあね、成績としては妥当かなというのと、まああとはカーショーか、まあ、どっちかだったのかなと思いますね。トロフィーをね、掲げて後ろのファンも非常に喜んでおりますね。でこの後ろのね、絞ーかな、あるんですけど、これもね、もらえるんですかね、副賞的な感じでね。まあ、アメリカって、 こんな感じなでっかい車ですけどもね。まあこれとトロフィーともらえるのかなと思います。そしてまあね、僕の個人的な MVP とすると、まあベッツかなと思いますね。まあ今日もね、あのー、逆転のホーム。あれもね、全然あのファーストが遅く投げたとかね、言うわけじゃなく、まあ、ファーストもこう、取ってすぐ投げたんですけども、 まあ、それでもセーフというね、まあ、スタートが素晴らしかったのと、まあ、もう、ゴロで地面に着いた瞬間に行くと決めてたんでしょうけどね、まあ、なかなかできない走塁じゃないかなと思いますね。まあ、ベッツは、あのー、そこまでね、今日はホームラン打ちましたけど、まあ、あの、ポストシーズン、好調だったわけではないですけども、まあ、打つ方でね、あまり良くなくても、その守備でね、 かなり貢献しましたし、走塁でも貢献しましたし。ということでね、個人的には、ベッツに MVP を上げたいかなと思います。まあ、やはり、ドジャース的にはね、まあ、ここのところ、ワールドシリーズに来ては、まあ、最後負けてしまうっていうのが続いてましたので、まあね、そこを取るためのね、最後のピースとして、こう、ベッツを補強したと思うのでね、まあ、これが、しっかりと当たって、 まあ、ワールドチャンピオンになれて、まあ、ベッツもねちゃんと来て、まあ、活躍してワールドチャンピオンになれたのでまあ良かったかなと思いますそしてまあ軽くね試合の感じですけども、まあ、またアロちゃんがね先制のホームランを打ちましてこれでまあ、ポストシーズン10本目ですねでまあ幸先よく1点を先制したんですけども まあその後はね、両チームともゼロが続いてまして、えドジャースの方はね、系統で、まあ、かなりこう、つぎ込んでというかね、リリーフピッチャーをつないで、つないでという形で、えー、試合が進んでいきました。そしてまあね、スネルですけどもね、今日先発の、まあ、素晴らしいピッチングで、まあね、ほとんど打たれてないのと、まあ、三振がね、 ほとんどという感じのピッチング内容だったんですけども、えー、二回り目ですか、の、えー、最後、えー、9番のね、バーンズですかね、打たれた後に、ま、交代というのを告げられたんですけどね、かなり不満そうなね、表情ですけども、まあ、1、2、3番あたりはもう2、3振ずつ、で、抑えてての、のま、交代ということでね、まあ、あ ここがね、やっぱり今日の勝敗を分けてしまったポイント、結果的にはね、そうなったかなっていうのはありますよね。で、まあ、あの、スネルの場合ね、高騰していても、まあ、前もあったと思うんですけどね、途中でスパッと変えてしまうっていうのが。で、それでまあ、その後点取られてるっていうパターンがね、あったと思うんですけど、今日の出来でもう変えちゃうんだっていう感じで、 まあおそらくねその3回り目に打たれるとかっていうデータがあるんだと思うんですけどまあ今日の状態でねあそこで変えてしまうのはちょっともったいなすぎるかなっていうのはねありましたね。でねグラスナウとかの時はそんなにねスパッと変える印象じゃなく結構ね引っ張りすぎじゃないっていうとこまで投げさせたりしますし。 まあスネルも球数がいってたわけじゃないんで、まあ、球数がここまで行くと打たれるとかね、まあ、データがあるにしろ、まあ、今日のね、負けたら終わりっていう状態で、で、あのスネルのね、いい状態の投球だったのに、あそこで変えてしまうっていうのはね、で、その後出てきたピッチャーもここで変える、変えるのって、まあ思うと思うんですよね。で、まあクエスチョンが頭の中にあるような状態で、まあマウンドに、 まあ上がってるようなね状態にもなると思うのでその後投げさすピッチャーのこうねプレッシャーというかね重圧も変わってきちゃうと思うんですよねなんでねまああの監督のね手腕でここまで勝ってきたわけですけどもまあそれはねやっぱりその年俸がね少ないチームをここまで連れてきたということで、まあ、評価はしなきゃいけないと思うんですがまあ今日のスネルとかね あの、まあ、前回とかもそうですけど、あの、いい状態の時に、こう、なんで変えてしまうんだろうっていうのと、まあ、その後、打たれてるにもかかわらず、また今日もそれをね、ま、かたくなにやるというかね、っていうのはね、どうなんだろうかなと思いますね。まあ、選手側もね、やっぱり、なんでしょうか、信頼関係が結べないですよね。あの状態で、ね、変えられてしまうと。ということで、なんかその辺のね、選手と監督の間も、 なんか心配になるような、まあ今日は交代というかね、まあもうスネールの顔に現れてましたからね、前回もそうですけど、まあね、ちょっとその辺はね、まあ話し合ったりはするんでしょうけど、も、ま、う、あ、ちょっとね、今日は心配な感じで、まあ今日の交代も良くなかったなと思います。で、最後ですけどもね、びっくりなニュースですけど、 今日もね、出て、試合に出ていたジャスティン・ターナーがコロナ陽性ということでね、8回にそれが判明したということで、8回からはもう退場したみたいで、最後まではいなかったんですけども、まあずっとね、レギュラーで出てた選手ですので、まあちょっと驚きですよね。で、今日も8回まで出てたわけですからね。 まあ最後のこの優勝の輪に入れられなかったのはちょっとかわいそうかなっていうのはありますしね。まあ活躍してたわけですからね。それとまあね、こんだけ試合に出てるのでまあ、両チームともね、今後こう増えていかないかっていうのはね、心配かなと思いますね。そしてまあターナーがね、活躍していただけに、この最後のところで、しかも8回というところでね、陽性で、 っていうのが判明してしまうっていうことで、ちょっとね、なんか、人疑惑が起こりそうな結果となってね、まあ、せっかくワールドチャンピオンになったので、変な噂が立たない方がいいんでね、まあ、そういうことはないでしょうけども、まあ、ちょっとその辺も心配かなと思いました。ということで、まあね、無事というか、まあ、途中はね、コロナ陽性者が増えたりして、まあ、シーズンがちゃんと終わるのかどうかという心配もなされましたが、 無事にワールドシリーズ終了して全日程が終わりましたので、まあとりあえず、まあ開催ができるかどうかわからなかったシーズンをね、まあ短縮という形でしたけども、まあすべて終わることができて、まあ良かったかなと思います。でまあこの後ですけどもね、こっからまた監督探してるチームとかね、GM 探してるチーム、まああと FA とかね、まあトレードとか、 まあいろいろ行われると思うので、まあ、来シーズンに向けてね、そこが楽しみでもありますから、まあ、その辺の情報もね、入ってき次第お伝えしたいと思います。では、えー、ドジャースファンの皆様、えー、おめでとうございました。レリーズのファンの皆様もね、まあ、残念でしたけども、まあ、とてもね、頑張ったと思いますよね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。 チャンネル登録、高評価、コメントなどをよろしくお願いします。